おやんちゅ、おやんちゅ、ゴミはお前の方だったようだな。このでかい粗大ゴミが。どうも、こんばんは。まあね、コメント欄でザコにもう動画投稿すんじゃねえって言われたんだけど、だったら見に来なければいいから見に来るんじゃねえ、ほんとな。投稿するんじゃねえってな、見に来るんじゃねえ、コメントするんじゃねえよって話だよ、ほんとは。鬱陶しいから、な。1コメすらもするんじゃないよ、ほんとにな。不快になるから、朝から。な。キモいやらしねえやらな。な。不快になんかするんじゃないよ、ほんとは。な。って言われても、やめませーん。ブーグ !YouTube でキモいしねえ、消えろ。というコメントで語りたいと思います。そもそも、ネット上で強がってる奴らってほんとリアルじゃザコしかいないよね。だって、正直にリアルで物を言える人間はネットじゃ暴れないから、これほんと、これ正直に言うわ。リアルで何も相手に対して直接言えないもんだからネットで調子を吹くんだよ。で、このリアルでの鬱憤をネットで晴らすっていうね、ほんと、しょうもないことばっかしてるんだよね、それほんとに。逆にネットですごいまともな人ってリアルでもまともなんだよ。ね、ちゃんと人、物事言えるしね。相手に出して何も言えないね。貧弱野郎どもはネットで暴れとるってわけだわ。な、しょうもねえな、もう。俺はそれに気づいてしまったから、ほんとにな。ザコ。ほんとザコだよな。ザコばっか。まあ、ガキだからな、許しやるわ。な。まあ、知能も子供だからな、ほんとに。考え方は子供のやつに、ね、正直に言ってもしょうもないと思うわ。ガキンチョはわかんねえから、ほんとに。そう。ガキンチョはこれを相手に言ったら、どういう気分になるんだろうかっていうのはわかんないからね。正直言って、ネット上であっても、あれだよ。敬意は払うもんだよ、年上に。な。13歳とか14歳のガキが、俺様にお前って呼ぶんじゃねえよ。年は俺のかなり上なんだから。舐めてんじゃねえぞ、ほんとは。な。顔出ししと、しとって俺のことお前とか言ったらマジでお前特定すんかんな、ほんと。レベルになっちゃうけど。で、特定ってすごい怖くて、ね、顔出ししてたりしたらもう結構ね、特定するのってすっごい簡単なんだよね、ほんとに。顔がわかってた、実際特定とかすごい簡単だし、ほんとに。特定された先にあるものってすごい怖いもんなんだよね。住所特定されて、で、ネットで相手に対して死ねキモいとか言って、もう相手の恨みを買うわけじゃん。もうリアトスとかも普通に来るし、頭のおかしい人やったら。